1都3県はこれまでもお願いをしておきましたけれども、大阪、兵庫を指して、そことの不要不急の往来と会食の自粛を改めてお願いしたいと思います。今日の対策本部会議で山口知事は、まん延防止等重点措置が適用される見込みの大阪府、兵庫県について、不要不急の往来を自粛するよう呼びかけました。一方、カラオケ喫茶について、県は県内では落ち着いているものの、福岡県のカラオケがある飲食店で先月クラスターが発生したことなどから、引き続き県内外を問わず利用を控えてほしいとしています。Thank you.